イプラグリフロジンは新型糖尿病治療薬の一つである。SGLT-2 阻害薬の一番手である。製品名はスーグラジョー。日本では2014年1月17日製造承認、2014年4月17日に販売開始された。SGLT は細胞表面に存在する膜タンパク質でナトリウムとブドウ糖の細胞内への共有層を司っている。 SGLT-2 は SGLT のサブタイプの一つで腎臓菌移尿細管に多く存在し、ブドウ糖の尿中からの再取り込みにおいて重要な役割を担っている。イプラグリフロジンはこの SGLT-2 を選択的に阻害することでナトリウムとブドウ糖の原料中からの再取り込みを抑制し、ブドウ糖の尿中排泄を促進することで血糖値を低下させる。 インスリン非存性に血糖効果作用を発揮し、高インスリン血症をきたさないため、インスリンの直接作用による副作用が発現しにくいことが期待されている。試験段階では、血糖低下以外に血圧低下、血清尿酸値低下、コレステロールプロファイルの改善、体重減少も優位に認められた。承認時までの臨床試験では32.9%に、 副作用が認められた。主な副作用は、貧乳8.9%、口活4.3%、便秘3.2%、尿中、β にミクログロブリン増加2.5%、体重減少2.3%であった。重大な副作用とされているものは、低血糖、腎右腎炎、肺血症、脱水、血糖アシドーシスである。 血糖コントロールが良好でも脂肪酸代謝が更新するので、ケトアシドーシスが発生する可能性がある。ありがとうございます。